はいどうも、サオでございます。本日は、覚醒封印ですね。覚醒封印来ましたと、言ってなんか、みんなどうなのって感じです。ドラゴンキラーっていうのが、まあ、ちょっとピンポイントすぎて、まあ、他のスキルも汎用性高いものではないと思います。なので、覚醒封印はいらないというね、方向で、まあ、見てる層にもよりますけどね、ガチ勢の人とか、レイドをさっさと借りたいとかいう人はもう、本当にいる性能だと思うんですけど、まあ、ちょっといらねえなと思った理由を添えながらやっていきましょう。ああ、オレヒド出てるけど。まず、もちろんこっちのね、フーヌの共演の方気になると思うので、やっていきますね。フーエンの良いところは、まあ、パーティー3つ、免疫、敵が持ってる免疫違うんで、前まではちょっと、変えなきゃいけなかったんですけど、あ、ちょっとミスりました。変えなきゃいけなかったんですよ、パーティーを。まあ、ただ、まあ、今回から別に封炎を、ワンバックで全てのドラゴン狩れるので、まあ、必要ないと。で、適当なね、スキル打てば死んでいきますと。まあ、あと弱点攻撃率高いので、勝手に攻撃してくれます、放置でも。まあ、そこが封炎のいいところかなっていう。まあ、ただ、別にいるっていう、それ。タップするだけなんで、スニッパーでも。まあ一応10秒ぐらいですね。このダンジョンも。次の防具もやっていきましょうか。まあ、次の防具も楽です。まあこれ、覚醒封印は、敏捷にすればセット装備楽に出荷できます。2ヒットなんで、弱点攻撃出ると。で、君もね、弱点攻撃高いよね。そういえば。忘れてた。で、この、下スキル。で、ガツンとワンパンできるんで、まあ、これも20秒ぐらいで終わりますね。放置じゃなければ。まあ、勝手に、使ってくれましたけど、彼女が。まあ、封炎出れば、こういう風に、ワンパン。で、片方、まず1回1回で4ヒットあるので、先制攻撃してしまえば。まあ、その例で免疫が剥がれて、適当にワンパンできるというわけなんですけど、まあ、宝石もですね。ただ宝石ね、ほんと適当な装備だとね、ワンパン安定しないですね。で、1、2の3、4で、5ヒット目がこれ。で、覚醒スキルで終わるって流れですね。まあ、これは先制2回出なくても、反撃つけてればここでまた2ヒット稼げますから、弱点出れば。反撃も出ないと。で、疾走か。で、ワンパン。で、このスキルが、クリ確じゃないんですよ。クリティカル確定じゃない。ってことは、クリティカルに武器を割かなきゃいけないんですよ。せっかくしたスキルが、クリティカル確定なのに、クリティカルに割かないと、クリティカル出ないどころか、宝石ダンジョンって、宝石ダンジョンじゃないわ。セットダンジョンって全員ブロック率高いので、ブロックされたらワンパンできないです。まあ、なので、まあ、いろいろ武器めんどくさい。だから、お手軽にできるぜって感じで覚醒させるとすごいね、損です。まあ、そこまでの、なんか、絶対作った方がいいとかじゃなくて、スニッパーでよくねっていう、性能ですね。この、スキルが確定クリティカルなのに、だから、本当は敏捷つけて、この、持続スキルの弱点攻撃適用された場合、1万5000の固定ダメージ与えますを活かしたいんですよ。なのに、まあ、この一番ダメージソースになるスキルがクリティカル確定じゃないから、これにクリティカルを乗せるためには、やっぱり、こっちですね。これにクリティカル乗せるためには、クリティカル装備にしないといけないっていうね。ちょっとね、まあ、微妙なんですよね、そこが。で、レイドも、まあ、頑張れば、ま、50秒ぐらいで倒せるんですよ。190万出せるんですけど、まあ、ちょっと多分後ろで流してると思うんですけど、まあこれ、僕の武器がちょっと微妙なんで2分ちょいかかってますけど、まあ、本当に高速でできるんですけど、まあレイドって今、速度必要ですかっていうね。まあこういうさ、レアなレイドって、競争率高いわけですよ。だすぐなくなってしまうので、まあなんか、まあ、ギルメンとかと奪い合いになってしまって、封炎だと50秒で倒されてしまうと。50秒で倒されてしまう間にギルメンが入れなくなってしまうので、まあ従来のごとくジュフィーでなんか3分くらいかけて、ちょこちょこ削った方がなんか結構、レイドの奪い合いとしてもなんか健全な奪い合いになるのかなって。もう、封炎でバゴンって倒しちゃったらなんかね、
全体としての恩恵がなくなってしまうし、ジュフィーでも一時報酬取れますからね。っていう面で、まあなんか風炎は別に、初心者の方はもちろんジュフィー育てた方がいいんですよね。ボス戦で併用できるので。で、風炎ってどこで併用できるんだって話になると、セット装備の周回とジュフィーの、ジュフィーじゃねえ、レイドの周回、レイドなんですけど、まあ、セット装備別にスニッパーで、防具の場合10秒ぐらい変わる。で、武器の場合もなんか5秒ぐらい変わる。別にスニッパーでいいじゃないですか、それは。で、唯一の良いところとして、その宝石ダンジョンの宝石セットを、俺は、放置でできるところだと思ってます。あの、スニッパーの場合は、ポンポンポンって3つぐらいスキル選択するんですけど、まあ、これ2ヒットで、これ合計5免疫あるんですよ。5回免疫あるんで、まあ、簡単に剥がしてくれて、まあ、これでもう5回ですよね。で、覚醒スキルが優先されて、まあ、装備とかちゃんとやってればワンパンできると。まあ、ジャムとか必要ですけどね。クリティカル上げないといけないんで。で、ワンパンできる、できないんですよ。クリでないと。これはちょっとダメージ宝石つけてないのもあるんですけど。まあね、これで、まあ、貫通ないじゃないですか。だからこんな簡単にはワンパンできないっていうのをちょっと知ってほしい。ガチ勢の人はもちろん風炎ガッチガチにすると思うんですけど、そこまで余裕あるかっていう話なんですよ。だからまあ今回は温存していいんじゃないかなっていう、他のキャラ覚醒できてるんであれば、もうほんとセット装備が全く周回できてなくて、風炎の力借りた方がいいよって方は覚醒してください。ただそれ以外の方でそんな余裕がない、いろんなキャラ育てる余裕ないって人は風炎は、もう今回は置いといていいです。ユリもいいんじゃないかな。ボス戦なんて3週に1回ある程度なので、ガチってない方は本当に風炎は覚醒させないでくださいと。で、最後にまあいろいろテロップで入れて補足してると思うんですけど、まあ、最後にあのブログも風炎、うん、微妙っていうブログがあるので、まあ、それも見てくれたらもっとわかるかなって思うのと、まあ、下に貼っておきます。で、最後に、まあ、ダークナイツについてなんですけど、まあ、いろんな YouTuber の方多分ダークナイツについて覚醒も添えてくるよみたいなこと言ってると思うんですけど、まあ、覚醒来るのは当たり前ですけど、この下に出てるんで、まあ、ここでメルキル、メルメルみたいなの言ってるんで、まあ、次のダークナイツがメルキルなのが確定したんですけど、まあ、ここの覚醒ってまた覚醒の聖水が必要になりますよと。うん。なんで風炎覚醒させたら意外と余裕ない人ってもうないんじゃないかなっていう、覚醒のかけらが。まあ、俺、各有俺もないです。これはもうほんと風炎使ってみて、まあ、一応覚醒させてなかった、微妙でもまあ、メルキル来たらもう買っちゃおうと。覚醒の聖水を。まあ、そういうことできない人いると思うので、一応風炎はメルキル来るので様子見してしまってもいいかなって、ちょっと出す時期的にも遅れたと思うんですけど、まあ、今回は風炎うん微妙かなっていう雑談寄りの動画でした。はい、参考になりましたらチャンネル登録よろしくお願いします。で、この前弱点攻撃について出すよって言ってそのままの理由は、Amazon プライムでめっちゃ映画見てたらこんなと一週間経ってしまったと、まあ、なので今から、エリスの方も、弱点攻撃